ボストンの日本コミュニティの皆さん、こんにちは。川内幸です。今年はボストン、東京の直行便就航10周年ということで、そうした節目の年にボストンマラソンを走ることができることを非常に嬉しく思っています。今回のボストンマラソンでも行きはこの直行便を利用させていただいております。私にとってボストンは2018年の優勝から忘れられない本当に大切な都市になりました。100年に一度の悪天候と言われた気温3度向かい風のボストンの中で、私はオリンピックのメダリスト、世界選手権の金メダリスト、そうした海外の強豪選手と戦いました。そしてあの年のボストンでは、私は最終的に40キロ過ぎてから逆転し優勝することができました。その優勝は日本人では瀬古利彦さん以来31年ぶりということで、日本でも大きなニュースになりましたし、日本以上にあのボストンマラソンで勝ってから世界中のランナーが私のことを尊敬したり、また親しみを持って仲良くしてくれるようになりました。そうした意味であのボストンマラソンを走ったことで、私の世界というものは大きく広がったように思っています。そうしたボストンマラソンで今年再び結果を残し、さらに自分自身の世界を広げたいというふうに思っています。当日は日本コミュニティの皆様が沿道で応援をしてくれるというふうに伺っております。精一杯最後まで頑張りますので、ぜひ熱い応援をお願いします。